こんばんは。どうもこんばんは。配信見てくださってありがとうございます。部屋めっちゃミニマリスト何もないですね。全部こっち側に押し寄せてます。今日は横ありから帰ってきて、お疲れ様でした。今日はね、今日はねっていうか、その、まあ、公式ホームページの方でねあったんですけども、 STU48 がアットジャムをね出演辞退することになりまして、それがその発表がね本当に開場してからだったのがもう本当に本当に申し訳なくて、多分ね会場に行かれたファンの方とかもいらっしゃると思うんですけども、本当に本当に申し訳ございません。もう本当にね、ただただそれがもうすごい悲しいんですけども、まあ今日はねちょっと今日はっていうか、その STU48 のメンバーにその陽性反応が出てしまったので出演を辞退することになりまして、本当にねあのたくさんの方々にご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。なので今日はですね、あの今日本当は披露する予定だったライブを私のショールームでやろうかなと思いまして、あ今メール届いた、あ今ギリギリですね、やろうかなと思いまして、まあちょっと夜なこともあり、そして家なこともあり、あんまりあれなんですけど、音源とかもなく私のアカペラのみというすごい残念な結果なんですけど残念な環境なんですけど、ゆるくちょっとでもね楽しんでいただけたらなと思います。レア、そうですね、この画角ちょっとレアっていうかあんまり見せないんですけど、すごい私の間取りが分かりそうですねこうやって改めて奥行きを出すとすごく恥ずかしいんですけども、浴衣はね私持ってないですね。なんか今日あれですよね、浴衣イベントやってるんですよね。いや本当に申し訳ないです、浴衣持ってなくて。緊張してる。結構さっき練習したんですけど、なんか私の歌がちょっとあんまり上手くなくて、それがねやっぱなんかねあの丸分かりになりましたね。しかもなんか踊ってたら鼻血出てきて、私鼻が弱くて定期的に鼻血出てくるんですけど、なんでねあんまり振動を与えないように、さっきねもうすごいホラー映画並みに鼻血出てきたんですけど一人で。歌は気持ちいいありがとうございます。バッシュの痛みまだめっちゃ違和感あるんですけど、どうですかね、なんかちょっとはマシになった、でもまだちょっとここら辺が黄緑色に腫れてます。音源ないの、音源ないんですよ。一応ねこういう感じのK-POP を意識した、大丈夫ですか、この画角どうなんだろう、
もうちょっと高さ上げようか。しかもちゃんと靴も履いてるんですよ、ローファー。この見えるかな、顔とかどうなんだろう。なんか一応台みたいな用意してて、あ、ちょっと、いや、なんか見えるな、色。これは顔見えないか、ちょっと遠すぎ。このぐらいの方がいいかな。ちょっと顔が、もうちょい上。顔見える？こうか、これを引けばいいのか。ちょっとすごい、まだ上。どうですか、ちょっと遠すぎて私見えないんですよ。なんか床が響きそう。靴脱ごうか。ちょっと足細く見えるかなと思って靴を脱いだんだけど。ちなみにこれはね、まだおろしたての秋に履こうと思って買った厚底です。ローファどっちから、どっちから見たいですかね。私今日2ステージ、瀬戸内 PR 舞台と STO 法廷とで2つのステージに出演する予定だったんですけど、PR 舞台 OK。 いやちょっと、ちょ本当にクオリティ低いからね、お家なんかあんま期待せんとってね。はい、それではよいしょ。あとちゃんとね、下には見えてもいいインナーパンツを履いているので、ワクワクしてもいいですけど、あまり期待しないでくださいね。それでは行きたいと思います。じゃあ先に見せて、逆に潔いな。行きたいと思います。うわー、なんか恥ずかしい。何これ、オーディション？オーディション？それでは、まあオーバーチェアが終わりまして、 STU48 ドーン。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思ってた。誰もいない冬の浜辺も僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって
喧騒が溢れていたとしても語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう潮風に吹かれたくて自転車を漕ぎ続けた国道の坂を登れば歩道してくる人生であと何回この海を眺めるだろう防波堤に腰掛けていつも問いかけているよ愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ友は波の音青春なんて悩みばかり多くて一人きりが一番楽だと思ってた自分だけが最悪だと自己嫌悪の日々だったそう誰かに打ち明けられればいいけどなぜだろう恥ずかしかったんだこんな風に自信のない心さらけ出すこと生きるって息苦しいね知らぬ間に無理してるんだどこかで両手伸ばして深呼吸しようか大人になってしまってもこの海を眺めていたい素朴だけが知っているあの美しい場所へ恋をしたらその人だけ連れてきてあげたい思い出がキラキラとずっと反射する友は波の音チャチャラ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 チャチャチャラチャラチャ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 たた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 たあと何回この海を眺めるだろう終わっていに腰掛けていつも問いかけているよ愛について夢について生きるとは何かと答えずに黙ってても聞いてくれるんだ幸せとはどこに存在するのか手をかざせば誰にも見えてくるよじゃーんじゃ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 ーんたったちゃ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 ラッキーセブンラッキーセブンラッキーセブン目の前にそびえる悩みの壁にそこで立ち止まったら前になるだけ今は辛くても逃げてはいけない背を向けるな諦めるな挑戦するんだ勇気はラッキーセブン幸運のカード
試練だって乗り越えられるんだ。勇気はラッキーセブン、君ならできる。神が味方になるラッキーセブン。の浮世絵です。ちょっと歌詞を間違えてしまいました。はい、今回は見てくださってありがとうございます。それでは次の曲に行きたいと思います。それでは聴いてください。目力
微笑む言葉がなくたって元気をくれるんだ心の太陽独占中アイドルなんて好きになると思わなかった僕の気持ちは予想外 Love you 遠距離ポスター近くにいるのに君は切ないほど手が届かない遠距離恋愛しているみたいになかなか会えないけど誰よりそばにいるチャ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 ラチャラチャラチャラ遠距離ポスターしているみたいに君は切ないほど手が届かない遠距離ポスター近くにいるのになかなか会えないけど誰よりそばにいるチャ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 ラチャラチャラタ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 ラチャ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 ラチャチャタンチチチチめぐりあって燃え上がって灰になってしまいたい運命の糸引き寄せられた一瞬のスリルチャ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 ンチャ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 ンタッ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 街角全力で走ってた時店から出てきた人とぶつかって道に落として散らばった荷物を一緒に拾うのがきっかけだったなんてそんなあるわけないドラマティックなこと驚くような奇跡がなくちゃダメねハッとしたいキュンとしたいドキッとしてしまいたい理屈ではなく言葉でもなく感じたいの本能的に巡り合って燃え上がって灰になってしまいたい運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル冷静でいたら愛せはしないわショートドンだけでも長続きしないどんなことがあったかなんて思い出せない入り口がいいたんちゃんちゃんめぐりあってリクツではなく言葉でもなく感じたいの本能的に巡り合って燃え上がって灰になってしまいたい運命の糸引き寄せられた一瞬のスリルチャ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 タタトゥ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 チュチュチュトゥ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 チョーン。はい、という以上が STU 楽曲じゃない PR 舞台のセトリになります。すいません、いっぱい間違えちゃいました。ごめんなさい、歌詞とかめっちゃ間違えちゃった。ありがとうございますちょっとあんまりねバタバタできないので変なダンスで申し訳ないです。それでは
続きましてが、STU48 のステージをやります。飲み物飲ませてくださいね。セトリ決まってるの？決まってるよ今日やる予定だったやつだよ。それではやりたいと思います。これが STU 楽曲、 STU 楽曲じゃない、 STU ステージになります。それではオーバーチャー STU48 じゃじゃーん、ドーン。もうちょっと近くでもいいかな、なんかすごいキュッキュなるんだよね。いきます。チッ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 砂浜に寝そべるクラスメイ、かなり攻めてるスイムスーツ、太陽は絶好調だ、最高気温は何度だろう、今日まで気づかなかったよ、学校の制服はコンサバティ、君はずっと髪を束ね、おとなしいタイプだと思ってた、ああ僕の知らない君がいて、君の知らない僕がいる、ちゃんちゃん、それが恋の始まり、サングラスで僕はカッコつけてたけれど、本当グロリアです、僕はカッコつけてたけれど、本当は恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま、チャ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 、本当は恥ずかしかっただけ、あっという間に過ぎ去ってゆく青春とはさま、じゃじゃだだ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 、じゃあ着きました、チェ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 
まだあったら君がいるとなぜかわかった。日差しの向こうから不意に近づく予感がしたよ。本当の恋だから不思議なことがある。偶然が続くのは運命の人だろう。好きすぎて好きすぎて好きすぎて、この胸が切なくて苦しくて、諦めかけてもまた好きになる希望的リフレイ。チャ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 、君だけが好きすぎて好きすぎて、もう僕は君以外見えてない。どんなに願っても叶わないこと分かってる。君だけが君だけが君だけが僕だけの気づかない花でいい。息をするその度また好きになる終わらないリフレ。好きになる希望的リフレ。チャチャチャチチ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 ャチ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 ャ。海の青さの色は空まで染みる。散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りするなら盗んじゃえ。そばにいすぎて慣れてしまった。大事なものがここにあるよ、きっと思い出して。渚で一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。凪一はっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とする。チュ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 ダン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 。なぎさで一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。なぎ一はっきりしようじゃないか。夏の恋は結局私でしょ。チャ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 。すいませんね、ちょっとあの不甲斐ないパフォーマンスでもっと頑張ります。またね、
こういうセットリストで行く予定だったんですよ。まあここで自己紹介をしまして、なんか言いまして、まあそろそろ次の曲に行きまして、じゃあそろそろ行きたいと思います。 MC ではどんな配信予定だったの？もう軽くです、本当に告知ぐらいです、サマーツアーとかも。それでは聞いてください。独り言で語るくないなら、いつもとは違う反対のホームから、ガラガラの電車に衝動的に乗った。どこへ向かうのか行き先は知らない。今日は人混みで足を踏まれたくない。街は遠ざかり、窓の向こうには田園が広がる。ひとりごとで語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。次の電車は何時なのか、忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうって思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で僕は叫ぶ。もっと近くにある、ここまで来て切れてた。切れてた。エアバンされたんですかね。そうか、じゃああんまり回転しないようにしよう。今年の目標、あん、じゃあちょっとどこから歌いましょうか。回線の調子悪かったのか、わかんない、私の電波かもしれない、もしかしたら。最初からちょっと疲れるんすよ、独り言。じゃあ D メロからいきましょうか。ぶつぶつつぶやいてたって誰が耳を傾けるんだ。次の電車は何時なのか、忘れ物を思い出して、僕は何を今すべきか、ちゃんと街へ帰ろうって思う。もう誰ももう何も羨ましくなんかない。独り言ではなくて大きな声で
僕は叫ぶ、僕の夢はもっと近くにある、ここまで来て気づいたんだ。じゃあ独り言で語るくらいならば、黙ったまま何かしよう。今の場所でどんな想像をしても、見えるものに限りがある。心の中答え探すだけじゃきっと見つからないだろう。みんなが行くその目的地には、夢に気づく者はいない。ぶつぶつつぶやいてたって、誰が耳を傾けるんだ。チャン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 タンタンタンチャ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 ラタンチャラチャラチャチャラチャラチャタタタタタタタチャラララ、くるくるくる、チャンチャンチャンララチャンチャラチャチャラチャ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 今まで見たこともない場所にある。一人きりで頑張っても動かすことじゃできない。じゃあここから始まる奇跡という名のストーリー、確率低くてもチャレンジしようか。ここから始まる未来への道がヒストリー、誰かがきっと見守っててくれるサクセスロード。チャチャトンチャ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 トンチャチャチャトトトチャン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 チャ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 、だんだん諦めてしまえばそこで終わり。あの美しいあの美しい空は見られないよ見られないよ。じゃんここから始まる未来への道がヒストリー、自分の可能性信じてみようか。ここから始まる未来への道がファイナリー、誰かがきっと見守っててくれるサクセスロード。チャ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 だい。誰のために走り続けてるのか、ふと疑問に思って立ち止まりたくなってしまう。こんな辛い思いしてどこへ向かっているのか、ただがむしゃらに理由聞いたとこで何になる。目指してるゴールを味方にして背中を押してよ。タタタタペダルこいでまわた車輪の分だけ夢に近づけばいい。チャチャ呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる。もっとチャンタンチャンチャンダラダラダチャンタンタン
チャラチャチャラチャチャラチャチャラララララタ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 タタ生きることはペダルを踏み続けること、誰も苦しいものだ、タタタタ自分のためだと答えは出ている、どんな道のりも人生だ、ペダルこいでなら他者人の分だけ夢に近づけばいい、ちゃ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 呼吸は乱れて汗が溢れ出す、急な坂道は続いてる、もっともっと先へ、ちゃ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 っとララプン、ありがとうございます。これで最後に夢力を歌って終わってたんですけど、ちょっと夢力はさっきも踊ったんでやめときます。はい、以上がね、この後に最後に夢力やって STU48 のステージは終わります。ありがとうございました。アンコール準備してないけど、楽しかった。おお、よかったね。あ、てかタワー来てる、もしかして。ごめんなさい、遠すぎてね、コメント欄が全然見えてなかったんですよ。夏の、あ、これタワーじゃないのか、タワーか。誰だ誰だ、タワー誰だ。キットさん、キットさん、キットさん、ありがとう。深刻性、いや、なんかギフト欄見ても映ってなかったから誰やって思って。もしかしたら一回切れちゃったからいなくなったのかな、そんなことない。ありがとうキットさん。あ、2位、本当だ、あった、ありがとうございます。ライトの方もたくさん投げられて、皆さんありがとうございます。アイス達成したんですか？嘘。
イエイ、ありがとうございます。じゃあ皆さんにもらったアイスで私はなんか普段は食べないものに挑戦してみたいと思います。 PR 舞台少ない、確かに5曲。ありがとうございます。あずき、そうあんまあずき食べないから確かに食べてみようかな。あ、ミラーボールずっとやっててくれたんだ。マジっすか、ありがとうございます。オネストマンあったわ、てか今コメントで思い出したオネストマン瀬戸にあった、忘れてた。フィアル舞台そうだ、夢力のラストオネストマンだなんか少ないなって思ったよ私。そうだ、オネストマン練習したわ。じゃあオネストマンだけやったら終わりたいと思います、今日は。はい、ではこの最後の曲になります。疲れてヨボヨボですけど、それでは、最後に聴いてください、オネストマン。じゃん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 ありがとうございました。パチパチ
暑い。はつらつ感あった21歳タワーなのこれ。おお、すごいね。なんだこれ。ハッシュさんありがとうございました。書きます。すいませんね、すごいお見苦しいパフォーマンスで。まあでも楽しんでいただけたならよかったです。ありがとうございます。やぐらかこれ、すごいね。ありがとうございます。やぐらありがとうございます。というわけでこんな感じで、アットジャムのセトリを終了いたします。すごい本当に今日はご迷惑をおかけしまして、本当に本当に申し訳ございませんでした。これからもね、私も気を引き締めて頑張りたいと思います。今日は見てくださってありがとうございました。ありがとうございます。私は最終的には元気です。ちょっと鼻が弱くて鼻血が出るぐらいで。ありがとうございました。ではランキングを読んで終わりたいと思います。ちょうど1時間ぐらいなのかな。それでは13位から読みたいと思います。13位が市下さん、12位が春さん、11位マッカさん、10位アジフライ定食さん、9位がミンミンミンネギネギミン、なんだっけこの感じありがとうごめんすぐ忘れる漢字弱者。8位キロキロピッピさん、7位とりあえずルーミーさん、6位ヨネさん、5位白熊さん、4位ヨーコさんでした。13位から4位まで皆さんありがとうございました。そして3位がハッシュさん、2位がキットさん、1位マツペコリータさん、3位から1位まで皆さんありがとうございました。キットさん、ハッシュさん、多分ありがとうございます。ということはこのマツペコリータさんめちゃめちゃ投げてくださったので、ね、ありがとうございます。本当に団長の皆さんもコメントしてくださった皆さんもありがとうございました。ということで今日は本当に見てくださってありがとうございました。すごい拙いあったんですけど、あ、ミラーボールタワー投げてくれたの。じゃちょっとそれだけ書いて終わろうかな。ありがとう。ペコリータさん、ミラーボールタワーありがとうございました。ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。本当にありがとうございました。見てくださってバイバーイ。ありがとうございました。では切ります。バイバーイ。